ある日、三人で山を登った。頂上で記念撮影を終えると、僕は一人で先に下山するよ。弟はそう言い残して、姉二人より先に山を下り始めた。しかし、カーブを曲がるとそこには弟の姿はなかった。ぷっつりと姿を消してしまったのだった。こんにちは、未解決事件捜査官です。こんにちは、未解決事件捜査官助手です。今日、紹介する事件は、発生当時ネットではとても騒がれた、謎に満ちた北海道の失踪事件だよ。お姉さん二人と弟の三人で登山に行ったんだけど、弟が下山途中で、行方不明になってしまったんだ。覚えているわよ。先に山を降りると言って、そのまま姿を消しているのよね。すぐに見つかると思っていたけれど、もう3年も行方不明のままよ。消防や警察だけでなく、陸上自衛隊も60人出動している。結構大掛かりに捜索していたけど、全く手がかりがないんだ。遺留品すら出てきていない。でも確か、この辺りは霧が出ることが多くて、ヘリコプターでの捜索は、できないこともあったわよね。そうだったな。この山は見通しが良い場所なんだけど、行方不明当時は、視界が悪い日が続いていたんだよ。霧が晴れた時は、ドローンを飛ばして捜索していたけどね。かなり念入りに探していたけど、不思議な事件よね。いろいろと不審な点もあったりするんだけど、未だに事件なのか、遭難事故なのか、誘拐なのかはっきりしていない。自発的な失踪、ということはないのかしら？家出ってことかい？少ながらず可能性もあるだろうけど。でも、当日この弟さんは、携帯電話や食料も持っておらず、服装も軽装だったんだ。高校生といっても、一人で生活するのは、なかなか難しいでしょうしね。でも、協力者がいればわからないわよ。そうだね。そのあたりも含めてこの事件を解説していきたいと思っている。ということで、今回は北海道函館市の恵山に登山に出かけた高校1年生、佐藤明くん当時15歳についてだよ。事件の概要、行方不明当日の様子、多くの謎と不審点、ウプ主の推理などを交えながらお話しします。皆さんよろしくね。2020年5月15日、函館市深堀町に住んでいた高校生、佐藤明くん15歳が、恵山に登山に出かけていた。佐藤くんは、お姉さん二人とこの恵山に来ていて、頂上で記念撮影をする。その後、下山する際に一人で先に下山する、と山を降り、その途中に行方不明になってしまったんだ。佐藤くんは軽装だったと言われているけど、この恵山って山は簡単に登れるの？恵山は標高618メートルの山で、登山では初心者向きだ、と言われているからね。場所はちょうど渡島半島の東南端で、太平洋に面している。頂上まで登ると、ロケーションは最高だろうね。こんな場所にある山なんだ。本当に突端なのね。しかもこの山は、登山口から標高300メートルの駐車場までは、車で行ける。そして駐車場から山頂までは、約3キロ、片道70分ほどで到着する距離なんだよ。ということは、実質登るのは300メートルくらいなのね。確かに遭難するような、難易度じゃなさそうよ。途中、登りがきついところもあるけど、遊歩道や整備された、登山道を歩く感じかな。周辺は恵山道立自然公園に指定されているけど、活火山なので、あまり緑がないような場所だね。山全体も見通しも良さそうね。よくある、うっそうとした山の中ではないわね。お姉さんたちはカーブのところまでは、前を歩いていた佐藤くんを見ている。しかしカーブを曲がると、もう彼の姿は消えていたんだ。他に佐藤くんを見たとか、すれ違った人もいなかったの？見ている人はほとんどいなかった。
また、周辺で佐藤くんに結びつくような、遺留品も見つかっていない。なんか見た感じ、マッターホルンの裾野のようね。以前動画で紹介した、スイスのツェルマットで行方不明になってしまった、佐藤純子さんの事件があったでしょ？周りの感じが、そことちょっと似ているわ。確かにマッターホルンの裾野も、草木が生えていない、荒涼とした感じの場所だったね。なので別の言い方をすると、草木が鬱蒼とした場所じゃないから、迷子になるようなところじゃないんだよね。岩肌がゴツゴツしているわ。地質も脆そうな感じ。ちょっと怖いけど、見通しもかなりいいと思うわよ。遠くからでも、人が歩いているのがわかるわね。ただ活火山っていうくらいだから、登山道を外れると、ちょっと危険な感じがする。場所によっては、硫黄の白い噴気が出ているところもあるようだね。ところどころで硫黄の匂いが漂っているような場所だよ。お姉さん二人と佐藤くんの当日の様子を、時系列で表すとこういう感じだよ。2020年5月15日午前8時、姉二人と一緒に、江山の登山開始。午前9時30分、頂上に到着して記念撮影をする。その後、佐藤くんは姉二人を置いて一人で下山。午前11時、姉二人が、待ち合わせの駐車場に到着するが、佐藤くんの姿が見えず。午前11時以降、姉や家族と佐藤くんを探す。午後8時、近くの旅館の人に、警察に通報した方がいい、と言われ通報。私はいくつか気になることがあるわ。2020年5月15日って、金曜日なのよね。佐藤くんは高校生のはずなのに、平日の朝から登山って、どうなのかしら？そうだね、この時期はちょうど例の感染症で、緊急事態宣言が出ていたんだよね。2020年の4月7日から、5月25日まで延長になったから、多くの学校が長期休校になっていた時期だ。なので、時間があったのだろうな。そうだったわ。タブレットを配るとか、オンライン授業していた時期ね。でも、朝の8時から登山というのは、どうなのかしらね。ここが登山道の江山のゲートなんだけど、朝の6時から夕方18時まで開いているんだ。あら、朝の6時から開けているのね。なので気持ちのいい朝に登山しようって、ことだったんじゃないかな？特に違和感は感じないけどな。なるほど、そういえば登山する人って、朝早く登ったりしているわね。この事件は、いろいろと不可解な点がある。特にその中でも気になったのは、なぜ、佐藤くんは一人で下山をしようとしたのか、という点なんだ。確かにね。せっかく三人で登山に来たんだから、仲良く三人で歩いて下山したらいいものを。佐藤くんが一人で下山するということで、お姉さんたちは、車を止めていた駐車場で、待ち合わせをしていたんだよ。だいたい午前11時頃に、お姉さんたちは駐車場に着いたらしい。でも佐藤くんはいなかったし、待っていても来なかった。標高300メートルにある駐車場よね。場所を間違うとは考えにくいわ。その駐車場に来ないと、そこから町までは、下り坂にはなっているけど、かなりの道のりがあるわ。周辺は壊れた建物があるくらいで、他には何もないんだよね。なので駐車場をスルーして、一人でこの長い道のりを歩いたとは考えにくい。そうね、もしそんなことしていたら、さすがに目撃した人がいると思うわ。お姉さんたちは午後8時に、警察に通報しているのよね。どうしてこんなに遅くなったのかしら？確かに時間がかかっているよね。いなくなったのは11時頃だから、9時間後なのよね。
詳しい事情はわからないけれど、まさかこのままずっと、行方がわからなくなるなんて、この時は考えもしなかっただろうな。どこに行ったのか、と自分たちで探しているうちに、どんどん時間が経過して、夜になったからじゃないかな？結局、旅館の人に警察に通報した方がいいと言われて、通報しているのよね？そうだね。お姉さんたちも若いだろうから、すぐに警察に通報するのは、ためらいがあったのかもしれないね。佐藤くんがいなくなった理由については、いろいろと言われているけれど、4つの可能性について考えてみようと思う。まずは、事件に巻き込まれた可能性、この場合は連れ去り、誘拐だね。そうね、でもお姉さんたちは、カーブを曲がるところまでは、佐藤くんの姿を見ているのよね。どれくらい遅れていたのかわからないけど、一瞬で連れ去ることってできるのかしら？この山は、かなり見通しがいいんだよね。そんなことしていた人間がいたら、すぐわかると思うんだ。佐藤くんは小さな子供というわけじゃないし、この登山道で高校生の男の子を連れ去るのは、ちょっと難しいわね。駐車場だったら連れ去ることは、できるかもしれないけどね。でも、それだったらカーブの後に見失うことは、なかったと思うわよ。次に自発的蒸発の可能性はどうだろうな？自発的蒸発ということは、家出ってことよね？こればかりは、佐藤くんの心の中がわからないから、なんとも言えないわね。彼の中に、家出したい気持ちがあったとしたら、わざわざ登山中にするとは思えないんだよね。もっと違う時に、実行すると思うけどな。それこそ、家出だったら自分で駐車場から、登山口まで歩かないといけないわ。協力者がいたとしても、こんな山の中でわざわざ家出はどうかしらね。可能性は全くのゼロではないと思うけど、現実的ではないね。この絵さんにはヒグマがいるんだよね。特に絵さんの頂上付近には、クマの遊び場所がある、と言われている。北海道の山なので、ヒグマはいるでしょうね。街中にも出てくるくらいだからもの。函館のホームページに、絵さんのコーナーがあるんだけど、ヒグマに遭遇しないように次のことに注意してください、って書いてあったよ。でももし、佐藤くんがヒグマに襲われたとしたら、何らかの痕跡が残っていると思うのよね。遺留品も残っていると思うわよ。メガネをかけていたし、帽子もかぶっていたからそういうものが、残ってそうよね。一切残っていないからな。そもそもヒグマなんか出たら、お姉さんたちも目撃するだろうしね。ウプ主の見解は、おそらく佐藤くんは、この山で遭難したのではないか、ということなんだ。そうなの？この山で遭難はちょっとね。低い山だし、一般的には遭難するリスクは低い、と言われているのよね。その通りなんだけど、それはあくまでも、登山道を歩いた場合だろう、ということなんだ。なるほど、まあ、活動は緩やかだけど、活火山ではあるからね。山頂の写真から、3人は絵山山頂コースを歩いていることがわかる。これが駐車場から絵山に続いている登山道のルートだよ。この赤い線がその山頂コースだ。左の駐車場から始まって、右の頂上へ向かったのね。最初は直線の道だけど、低い山と入っても、頂上付近は蛇行が多いわ。ウプ主は佐藤くんは何か急ぐような理由があったのではないか、と言っている。例えば、トイレに行きたいとかで、駐車場へと早く戻りたかったのではないか、と見ているんだ。それで途中の登山道をショートカットしようとしたんじゃないか、という見解だよ。そうか、ありえるわね。近道をしようとして、ルートを外れたということね。例えば、この辺りとか、いくつか蛇行している部分あるよね。急
急ぐあまりショートカットしようとして、道から外れたルートを進んでしまったのではないか、と推測している。この部分とかぐるりと回るのは面倒そうよね。見通しが良ければの話だけど、進めそうな最短ルートがあれば、そちらに行きたくなるわよね。でも、それで遭難するのかしら？エサンは道から外れると、ところどころ火山活動でできた、地面が割れている大きなクラックがあるんだ。そういう場所は、とても危険だと言われている。地割れがあるの？それは怖いわね。自然が作った、落とし穴のようなものだよ。こういう風に登山道がカーブしているのは、危険な場所を避けているからだ、と思われる。確かに活火山だし、火山性ガスの吹き出し口の跡が、たくさんあるのよね。風が弱い日は、火山ガスが溜まりやすい場所もあるって、言われている。見た感じは、普通の砂地なので歩けそうに思える。しかし、大きな穴の上に砂が降り積もってる場所が、至るところにあるんだ。脆い溶岩でできた、踏み抜きの場所も多い。踏み抜きって、見た目は地面に見えても、実はそうじゃない場所よね。そんなところに足を入れると、あり地獄のようにサラサラと砂が落ちていく。場合によっては、穴の中に滑落の危険もあるとのことだよ。マッターホルンの裾野も、地面が割れているクレバスがいくつもあるのよね。日本人旅行者が落ちて亡くなった事故もあったわ。そういうところに落ちると、もう戻ってこれないでしょうね。クラックもクレバスも、上に土や雪が降り積もっていたりして、一見するとわからないことが多いんだよね。登山道を外れるようなことがなければ、落ちることもないと思うけど。なるほど、それだと突然姿が消えてしまったり、遺留品が一切ないというのも、わかる気がするわ。早く見つかってほしいけど、こういう場所は捜索隊も命がけよね。自衛隊が出動して、念入りに捜索していたようだね。でも、大きな穴があったとしても、中を探すとなると、ちょっと厳しいだろうな。さすがに中に降りるのは、無理でしょうよ。ライトで照らすくらいしか、できないと思う。噴気が出ているような場所は、近寄れないし捜索隊にも危険が及ぶ。ただ、今まで話したものは、あくまでも仮説だからね。佐藤くんは、遭難してしまったと、決まったわけではないから。そうよね。警察が言うには、たとえ足を踏み外したり、道を間違ったとしても、その原因すらわかっていない、という見解みたいね。要するに、情報がないということなのよ。捜査員の方々は、今年の5月もチラシを配ったり、情報提供を呼びかけている。佐藤くんは、身長175センチの痩せ型、当日は黒縁の四角いメガネをかけていた。服装は、黒のつば付け帽子、黒のジャンパーと黒のズボン、白いスニーカーを身につけていた。何か知っている人は、こちらまでお願いします。では皆さん、今日はここまでにしますね。何か情報があれば、動画で言及したいと思います。ではまたね。